皆さんこんにちは、帯なたと申します。今日は、高専カンファレンスで考えたこと、取り組んだことというテーマで、少しお話をさせてもらおうかなと思います。まずですね、高等専門学校という学校が、日本にはあるんですけども、ご存知の方どれくらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。高等専門学校、略して高専と呼ばれる学校なんですけども、中学校を卒業して、多くの方は高校へ進む、でさらに大学へ進む方も、多くいらっしゃると思うんですが、高専という学校は中学卒業した後にですね、高校ではなくて、高専という道へ進む、そこでは、機械工学とか、電気工学といった、技術者としての専門教育を5年間受ける学校です。15年前は私も長野にある長野高専の学生でした。で、そこの学生というのはですね、卒業した後は各地で技術者として、あるいは技術の知識や経験をベースにいろんな仕事についていくんですけども、割と高専というキーワードで全国どこでも同じ仲間と仲良くなれる性質があります。で、そういった高専の卒業生がですね、社会に出てどんな仕事をしているかとか、どんな活動をしているか、あるいは趣味でどんなものを作ったり、しているか、そういったものをですね、お互いに発表し合って、仲良くなろう、そこで新しい、いろんな知識や技術経験の交換をし合いましょうっていう、そういうコンセプトで、7年前ですね、7年前から高専カンファレンスというものを、やっております。その高専カンファレンスがどう始まって今どうなっているかっていうのをこれからお話ししたいと思います。で、その高専カンファレンス、具体的にどんなことをやってるかっていいますと、今日のこの会場みたいにですね、ホールに集まって、で、何人かこういうステージに上がってスライドを使いながら、私こういうことやってますとか、こういう仕事してます、こういうものを作りました、そういった発表し合う、そういったものが基本的なベースになるんですけども、他にはですね、何人か、人を登壇していただいて、パネルディスカッションみたいなことをやったりもしています。で、始めた当初からですね、オンラインコミュニケーションというものを重視してまして、今日も YouTube でこれ配信してますけども、この頃から2008年の頃からUstreamとか、そういったメディアを使って、発表の様子を配信したりですとか、ツイッターももうその頃は始まっていたので、ツイッターを使ったり、それ以外のウェブの媒体を使ってコミュニケーションを取りながら、カンファレンス中もその発表に対する質問をしたりですとか、終わった後も、ブログにまとめを書いて、こういう発表があったから私は次こういうこと喋ってみたいです、そういったことを表明し合ったり、そういったことをやってきました。それから、人数が多い集まりになりますと、準備自体も多少コストがかかります。その準備活動も、結構楽しいもので、10人とか20人くらいのチームで3ヶ月くらいかけて、準備をして開催を、整えていくと、そういったことも楽しみの一つとして挙げられます。で、最近はですね、そういった発表会形式の勉強会以外の活動もやってきてまして、フリーペーパー、自分たちの活動を、紙の媒体で出してみようということで、フリーペーパーを起こすですとか、普段カンファレンスだと期間が空くから、じゃあみんなでリレー形式でブログを書きましょうとか、そういったことをやったりですとか、あと高専カンファレンス、各地に仲間ができました。その仲間が、3年前4年前の震災で被災した時には義援金を集め合って、高専機構を通じて支援するとか、それから他の団体が行う同種の活動に対してさまざまなリソースを提供して支援するといった、そういった活動も行ってきています。で、この高専カンファレンスがどのように始まったのかっていうのをざっくりとお話しますと、2008年、7年前なんですけども、その頃は IT 系コンピューターとかウェブとか、そういったところで働く技術者たちが草の根的に勉強会を立ち上げて技術的な交流をしていくっていう、そういうのがブームになってました。で、その場所にはですね、割と、一定の確率で高専の出身者がちらほらいると、そこに気づいた人間がですね、じゃあ高専生で集まってこういう、勉強会の場を設けたら面白いんじゃないのっていうのを発案したんですね。ただ具体的に動き出す人間がいない、
で、そう言ってる間にですね、ちょっと私が、まあ、4月2008年の4月1日、エイプリルフールに、まあ、エイプリルフールのつもりでブログに、じゃあやってみましょう、6月にやりますというふうに、宣言しました。そうしたらですね、まあ、割と乗っかってくる人がやっぱいまして、エイプリルフールのネタじゃなくなってしまったと。で、あれよこれよと、まあ、手探りしながら、準備をして、で2008年の6月に東京の渋谷で、30人ほどが集まって開催することができました。この時、参加してくれた方々、まあ、いろんな、技術的なネタですとか、学生時代のちょっとした、まあ、高専生あるあるみたいな思い出と話とか、まあ、そういったものを持ち寄って、まあ、このぐらいの人数で発表をし合ったんですけども、終わった後すごい楽しかったっていう反応が多いんですね。で、まあ、さっき今日、このテッド松本が始まる時に、ムーブメントの起こし方っていうビデオがありました。最初の一人が踊り出して、その後フォロワーがつくことでムーブメントが起きると。その高専カンファレンスにおける最初の踊る一人のバカが私でした。で、そうするとやっぱりフォロワーが現れるんですね。その東京で開催した3ヶ月後に、東京で配信してたの見たの面白かったから、じゃあ北海道でやりますって言って人が現れました。で、それが2年8年の9月です。私も北海道に駆けつけてこの会に参加しました。そうするとやっぱり楽しかった、次もまたやりたい、そういう声が出てきます。そうすると、じゃあこれもまた続けるべきではないかっていう自分の中で、まあ、私や周囲の人間の中でこう、気持ちとして上がってきます。そして、2008年の、12月にですね、再び東京で集まりました。この時は、50人ほどが集まったんですけども、1日で参加枠が全部埋まってしまうというような、そういう大変な事態になってしまいまして、みんな楽しくて集まってくるし、集まった人たちがそれぞれ地元に帰ってそれぞれの地元でやろうっていう機運も高まってきます。また、1日で埋まってしまったということで、本当に参加したいという人が大勢いるんだなということが分かりました。そこでですね、この流れを、続くようにしたい、この高専カンファレンスを、各地でいろんな人が開催して、で誰でもがいつでも参加できる流れを作りたい、そういうふうに考えました。そのために、その後、高専カンファレンス各地で行われるんですけども、その中でですね、テーマを持って継続開催の仕組み作りというテーマで活動していきました。各地で行われる高専カンファレンスに対して、直接出向いて、その準備をフォローしたりですとか、高専カンファレンスこういうふうにしていきたいので皆さんぜひ参加してくださいっていうものをアピールしたり、それからその活動の中でいろんなノウハウを蓄積して文章化していく、そういったものをさらに誰でも使いやすい形にしていくことで、誰でも開催して、高専カンファレンス私が直接動かなくてもできる、そういった仕組み作りをしていきました。で、その結果が現在高専カンファレンスのウェブで開催ノウハウとして文書としてたまっています。また高専カンファレンスの特徴として、こういった横つながりの運営モデルがあります。基本は高専カンファレンスの個々のイベントを開催したいっていう人同士が横のつながりで準備をして開催してそのノウハウを展開をするということをやっていくんですが、まあ中には経験のなくてできない人もいる、それからせっかく過去に開催したものがあるんだからそれもうまく使いたい、そういったことを手助けするために事務局あるいはその経験豊富な有志がですねノウハウを提供する、そういった顧問的なシステムを作りました。ですので高専カンファレンスというのはトップに組織があってその下で個々の開催があるのではなく、個々の開催がやりたいというのを経験豊富な人間が支えるというそういう仕組みで動いています。またそのここの経験豊富なメンバーは高専カンファレンス以外のイベントですとか組織とのやり取りの窓口にもなって個々でやりたいとしている人たちをうまく支えたりコミュニケーションをリレーする、そういった役目を持っています。で、これまで7年間この活動を続けてきまして、およそ80回の開催をして1000件のそういう技術的なスピーチトークがありました。で、またトータルで4000人ほどの、まあ、延べ人数ですけども4000人ほどの参加者がありました。まあ、この4000人のうち30人ぐらいは私なんですけども、
こういった活動を、まあ、続けてきて、2つのキーワードが私は得られています。それがこちらです。ネイチャースタイル、それから地産地消、この2つから得られるワクワク感、これが高専カンファレンスの醍醐味だと私は感じています。ではそのネイチャースタイルとは何なのか。過去に1000件ほど技術的なトークとありましたと申し上げましたが、まあ、それの例を抜粋したものがこちらになります。専門的な研究の話から学生生活のこういったことを頑張りましたとか、高専女子が少ないんですけども、高専の中で女子がどう生き抜くか、そういった発表とか、まあ、そういったものがありました。で、まあ、これが具体的にどんな感じに進んでいくかといいますと、例えばこれは長野高専の物理の先生がはやぶさの期間をですね、観測した時のデータを、こういうデータ得られましたっていう本当に学研究の話をしてくれた時なんですけども、まあ、そういった、まあ、よくある学会形式の話とか、これはですね、電波の発生とその電波を、コンピューターでシミュレーションして実際に、シチュエーションを設定して方程式こうなってるからこういうふうに伝播するんですよっていうのを絵に見せながら、物語形式で、する発表するといったそういったことがあったりします。それからステージの上に人を何人か呼んでですね、ちょっとした言葉の掛け合いで人間がどう動くか、それを実際の、演劇をしな演劇じゃないですね、デモですね、これは、しながら人間が騙されやすいものかっていうものを、実際にやってみる、そういったものですね。でそれがこれからこれはプレゼン形式の発表とはちょっと違うんですけど、これデモ展示なんですけども、高専カンファレンスに来ている仲間の一人が宇宙エレベーターの開発をやっています。その宇宙エレベーターの、プロトタイプを持ってきて実際に展示して動かしてみるっていうことをやったりしています。それからですね、温泉みたいな場所にですね、みんなで合宿形式が集まりまして、ご飯を食べてお酒を飲みながらそれを、その前でプレゼンをすると。でプレゼンに対しては酔っ払った人間がちゃちゃを入れて、また面白いことが生まれてくる、といったこともやったりしています。それから、まあ、高専カンファレンス日本各地でこれまでやってきています。また、全国60校ほど高専があるんですけども、いろんな それぞれの学校の出身者が、まあ、各地に集まってやってきています。でまあ、それぞれ例えばこれ東京でやった時なんですけども、私はこの高専の出身ですっていうのをこう付箋をこうペタペタって参加者がみんなが貼っていくんですね。そうするとこう地図の上にこういうマーカーがこう溜まっていって、どこからどれだけの人が来ているかっていうことが可視化されます。そういったものをツールとして、参加者同士の横のコミュニケーションというものにも、役立っている。実際、高専カンファレンスが終わった後も、楽しかったねっていうところから始まって、それぞれが仲良くなって、新しい活動を始めるなんてことの流れにもなっていきます。まあ、ネイチャースタイルは学術誌、で、まあ、ネイチャーという論文誌があるのをご存知の方多いと思うんですけども、あれはいろんな科学分野の論文が集まってくるんですね。で同じように高専カンファレンスも、一つの技術テーマだけではなくて、また技術に限らず高専生がっていうものがテーマであればいろんな話、発表、そういったものが集まってくるスタイル、それを、そういうものが、出来上がっています。それから2つ目のキーワード、地産地消なんですけども、まあ、先ほども申し上げたように高専は全国に60校ほどあります。まあ、おおむね1つの都道府県に1個ぐらい、まあ、ない都道府県もありますし複数の学校がある都道府県もあるんですけども、まあ、全国に、そのくらいの数の学校があります。で高専っていう学校割と地域地場志向があるんですね。で例えば私長野ですけども、長野高専の OB が長野で高専カンファレンスをやりたい、で長野の人たちに参加してもらって高専というものを知ってもらったり、長野高専の学生が、一歩外の世界に出るための足がかりにしてほしい、そういう、思いを持って開催することが多いです。またその地域に対、長野に対して全国各地からまた人が集まってくる、長野で開催をして長野の人たちが、それを利用する、そこに全国から人が寄ってくる、まあ、そういった、地産地消というふうに、まあ、キーワードとして呼んでますけども、そういうモデルが
今できています。で、私がですね、高専カンファレンスを始めた時、まあ最初は本当手探りでした。本当にこんなものが続くのかどうかっていうのもあったんですけども、まあ第1回の高専カンファレンスをやった時、その、まあ、感想としてブログにこういうことを書いたんですね。いずれは各地方で開催のオファーを持った担い手がいて、各地を巡って、開催できるようになれば面白い。これがこう思い描いたものが、今実際にできています。実際できていて、2つのキーワード、ネイチャースタイルと地産地消、この2つのキーワードから生まれるワクワク感、いろんな人が集まってきて、各地から集まってくる、各地へ出かけていって話を聞く、いろんな話のテーマがある、それを聞いていろいろワクワクしてくる。で、そのワクワク感をベースに、今度自分が何かをする時のモチベーションにしていこうという、そういうサイクルが、できてきています。ですので、それで、次はですね、何に向かうか、ネイチャースタイル、地産地消から生まれるワクワク感から生まれる新しい何か、これが今の、私たちの活動のテーマです。この新しい何かが何であるかはまだ分かりません。各自が高専カンファレンスの経験、人々とのつながりを使って新しい取り組みをしようとしています。私も高専カンファレンスからさらに一歩進んだ活動をやろうと頑張っているところでもあります。次何が生まれるか、ぜひ楽しみにしていってもらいたいと思います。また今日ですね、この TED の会場に来ていろんな方の話を聞いて、いろいろ私も何かやってみたいと思っている方がいると思います。ぜひ何かやってみて、それでまた新しい、まあ、TED でもいいですし、私たちの高専カンファレンスに来ていただいてもいいかもしれませんが、何か発表してみると、またそこで得られるものがあるんじゃないかなと思います。発表はどんな形でも簡単にできます。プロジェクターとスクリーンがあればできますし、ノートパソコンだけでもいいですし、タブレットだけでもいいです。そういったもので簡単に発表する、 今の時代簡単に発表することができますので、ぜひ自分で何かやってみたら、それを人に伝えてみてください。そこから新しいワクワク感が生まれて、次の何かが生まれるかもしれません。私も頑張ります。皆さんもぜひ、何か手を動かしてやってみてください。ありがとうございます。